おはようございます。ちょっとまだ早朝3時半なので音が小さめです。すいません。デルアルマの弾き方をゆっくり、なるべくゆっくりやりながら説明します。まず5ポジションで弾き始めます。1,2,3,4,5 のとこに人差し指が軸になります。で7に薬指を足して、本当にこれ離すの無駄なんですからね、これ離さないでね、7、そしてこれを離すと5になりますよね。そしてここの人差し指の5と2弦の8いくんですけど、これがバトンタッチするように、これ先に離してしまわないでこう受け渡すみたいなのにしますね。そしたら離していいです。その時薬指も一緒に押さえておくといいかな。ね。5を押さえたまま7を足して、で7を離して、で、2弦の8と7を小指と薬指で先に押さえます。で、その時人差し指を離します。で、小指離して人差し指、でこの人差し指離さないようにしながら5を弾いたら7を足します。で8も、でこの時に人差し指離します。8を弾いたかなっていうぐらいに、ここでこう離しちゃっちゃダメね。ここで離す。そして今度は1弦5、6、7、これを無駄なことを離さないようにね、とかやんないでね。わかるかな。ね。そしてまずここまでをよく覚えるかな。もうちょっといきますか。で今5、6、7ってやって3つとも押さえてます。でそのまま7引いてこの2個離して5ですね。3つ押さえたとこから7、5、8にバトンタッチしたら人差し指離しますね。で6、7、5、3弦7ですね。もう一回2段目の最初からやりますよ。ですね。なんかファスナーが、7、2回弾くんですね。そしたらば、中指に押さえかけて、ここの7、ごめんなさい、ここの7、中指で押さえてください。頑張って7を中指。で、3弦の7、2弦の7、2弦の7を薬指出します。中指の後ろに薬指、でちっちゃい子、これ離さないと届かなかったら離してもいいですけど、届く人は離さないで10届かせてください。これで A メロができました。これで半分できたよ。